い、エルカチャンネルの翔です。久々の動画を撮っています。コロナウイルスのワクチンですね。やっと第1回目が来ました。俺が住んでるところはネットでも予約ができたので、そちらで予約をしたんですけど、全然空きがなくてですね、やっと今日です。そろそろ時間なんで、ちょっと行ってきたいと思います。エルちゃん、おはようございます。ワクチンので9時半から。はい、お待ちください。ちょっとお待ちくださいね。今日1回目ですね。あ、はい、はい、じゃあですね、お名前の日にがまだ刺さります。ここに日にちとお名前になるので。あ、はい、3年からで大丈夫です。はい、お待ちくださいね。9月で1回です。ここの質問って何かあります？ああ、何もないです。お待ちください。エルちゃん。今どうもないですか？あ、特に何もありません。はい、こちらですね、今日の証明となっております。はい、こちら問診票にいただいております。あ、わかりました。2回目予約はされてますか？まだしてないです。大体3週間後目安に取られてください。あ、でいいですか？わ、はい、かりました。またその時必要ですので保管されてください。はい、ありがとうございます。はい、ワクチン打ってきました。チクッとはしたんですけど、痛くなかったですね。よかった。はい、こちら打ったところなんですけど、もう打ってから1時間半ほど経ちますね。どのくらいしてやら痛くなるかわかんないですけど、まあ今日1日はのんびりしとこうかなと思います。変化があったらまた撮りたいと思いますんで、それまで。はい、ということで2回目のワクチンを打つ日がやってきました。撮影がちょっとできてなかったんですけど、1回目打った日の夜からですね、具合悪くなりまして、次の日の夕方ぐらいまでは絶不調でした。熱は出なかったんですけど、風邪ひいた時みたいな感じで、全身の節々が痛くて、あーだりーなーって感じだったですね。1回目でそんな感じなんで、2回目ってどうなんだろうと。2回目も終わった友達とかに聞いたんですけど、元気だったやつは元気なんですけど、やっぱ具合悪くて、何日って言ったかな、3日ぐらい寝込んだっていう友達もいました。いやー、どうなんですかね。ほんと怖いんで、さすがに明日は休みをもらいまして、もう何があってもいいようにしとこうと準備はしてます。もう少ししたら時間になるんで行ってみたいと思います。エルちゃん、はい、12時からでも受けてたんですけど、はい、お願いします。もうすぐ7でしたね。あ、書いてなかった、すいません。一番下にお名前書くとこもありますので、こちらの方もですね。はい、わかりました。あ、はい、いつもの控えても大丈夫。あ、はい、大丈夫です。今日は2回目ですね。2回目です。1回目は節々が、次の日いちいち痛かったですね。飲んでるお薬はないんですか？あ、全然ないです。食べ物のアレルギーないですか？あ、ないです。喘息、花粉症もないですね。あ、花粉症があるところがあります。今なんか湿疹ができてたりとか、出来方みたいだから飲んでないですね。あ、ないです。はい、左手逆にしまって、左手ですか？あ、はい、はい、はい、ございます。はい、今証明書の中に書いてください。はい、はい、わかりました。あ、すいません。はい、どうもないですか？はい、大丈夫です。先ほど2回終わりましたね。はい、こちらが証明になりますので、それで保管されておいてくださいね。あ、はい、わかりました。あ、はい、よくなりました。はい、ワクチン打ってきました。いやー、この打ってからの30分待たなくちゃいけないんですけど、まあそれが長い。テレビがちょうど目の前にあったんで、
まあ、テレビ見て時間潰したんですけどね。はい、ということで2回打ち終わったので証明書もここにできました。さあこの後ですよ、この後。今はまだ全然何ともないんですけど、夜からどうなるかですね。あ、怖い怖い。エルちゃん。はい。2回目のワクチンを打ってから今はだいたい20時間経ったぐらいですね。2時間前に一度目が覚めたんですけど、もうその瞬間に終わったって感じですね。もう1回目の時と一緒で、全身もうだるいし、節々痛いし、ワクチン打ったところが確かにこう痛いのは痛いんですけど、それ以上にも他のところがだるいなっていう感じになってます。1回目の時よりきついな。一応鎮痛剤になる薬を用意はしてたんですけど、痛くなってから飲めばいいかなとか思って、打ったすぐってほら全然感じないので、いつ飲もうかなと思ってたら、友達が教えてくれまして、ワクチンを打ってから4時間後に薬を飲むといいよって。そうするとその後がだいぶ和らぐみたいだよって言われたんですね。和らいでこれだったら、飲まなかったらどんだけだったんだろうとなので今日1日はもうどのくらいで落ち着くかわかりませんけど、また後で動画撮りますね。エルちゃん。はい、ワクチンを打って2日目の朝になりました。昨日ほどじゃないんですけど、まだやっぱり具合は良くはないですね。解熱剤を飲んでるんで、そこまでじゃないんですけど、まだ頭痛と倦怠感が残ってます。ここまで長引くとは思わなかったんですけど、1回目の時も次の日はもう全然1日ダメだったんで、2回目はそれ以上かなと思ったら本当にそれ以上になってますね。もう本当昨日は何にもしてないです。もう起きてるのが辛いので薬を飲んで寝てるだけでした。あんまり横になってたんで腰が痛くなったし、それで目が覚めちゃうんですけど、まあ、起きたら起きたで頭痛いしって感じだったんで、無理やり寝てました。もうなんで昨日は本当布団の上からほぼ動いてない状態で大変でした。まあなんとか今日動けてるんで復活すればいいんですけどね。ワクチンってこんな感じなんですね。ということで、ワクチンを打ってみたらどうなるっていう動画でした。それでは次回も俺にかかってこい。